MS-06F ザク2。一年戦争を代表する MS であり、多数の派生と高い汎用性を特徴とするジオニック社製作の傑作 MS である。本機は MS-05 ザクの後継機であり、本来の名称はザク2となるが、あえて今日では MS-06 系をザク、MS-05 系を旧ザクと呼び習わすことが多い。MS-05 系から受け継いだ素性の良さは折り紙付きで、実戦投入直後より華々しい戦果を上げる形となった。本機の総生産数を正確に上げることは難しいが、一般的には F 型以降、優に3000機以上の生産機数を誇ると言われている。MS-06 の形式の変遷は、初期バージョンの A 型が84機生産。核装備に対応して厳重な放射線対策がなされた C 型に移り、236機を生産。その後、本機 F 型へと至っている。そのスペックは、頭頂高 17.5 メートル、本体重量 56.2 トン、ジェネレーター総出力976キロワット、スラスター推力43,300キログラムとされている。基本色は若草色とグリーンのツートン。外観は丸みを帯びた装甲と左右非対称の肩の形状。各所に設置された動力パイプが独特のシルエットを生み出している。またアクアラングをつけたような興奮部と頭部中央に光るモノアイが見る者に強烈な印象を与える。ジェネレーターは C 型まで採用されていた ZAS-MI11 系から、ミノフスキー&イオネスコ公社とジオニック社共同開発の MYFG-MES 系へと転換され、出力と効率の向上が図られている。駆動方式は伝統の流体内パルスシステム。練り上げられたこの駆動方式は、戦闘に及ぶ大パワーから精密作業を行う静止性、微動性をも獲得している。装甲材質は主に超硬スチール合金。武装は F 型から採用された120mm ザクマシンガン、280mm ザクバズーカ、タイプ5のヒートフォークなどが基本的な兵装とされている。 F 型は自身の生産機数だけでなく、数多くの派生を生み出している。マイナーチェンジの FS 型、後期生産仕様の F2 型、最終生産型の FZ 型、重力化仕様の J 型、指揮官およびエース用に強化された S 型、S 型を上回る高機動性を求めた R 型系列、偵察機仕様の E 型系列、砂漠戦仕様の D 型、長距離戦仕様の K 型、水中専用試作型の M 型と、枚挙にいとまがない。また、現地回収機やザビ家の司令官向けに製作されたワンオフの専用機など、特別機も多数製作されている。その素直な操縦性と堅牢な基本構造を持つ本機は、一年戦争終結後も長期にわたって使用され続けた。まさに名機と呼ぶにふさわしい機体なのである。